どうしたの？伊勢屋の旦那が三度死んだんです。人間って二度も三度も死ぬのかよ。そうじゃないんです。実は大旦那は恵比寿様と言われるほどいい人で、誰も悪口を言う人もなかった。私なんかも随分世話になって、ボンクレには黙って金を貸してくれた、そのくらいいい人だったが、亡くなって大きな弔いを出した。残された一人娘が美人で腰が低くて、北婿さんがいい男で一対のお雛様のようだった。買い物もお芝居も二人ずれ、食事も奥の部屋で二人っきり。奥さんが男に食べさせてやる、おいしいでしょって。やっさん、お前一体ここへ何しに来たんだ。いや、そのくらい仲が良かった。お母さんが安心したのか、亡くなって本当の二人っきり。若い世代になるかと思ったら、婿さん1年も経たずに寝込んでしまい、半年後には亡くなった。それはかわいそうに。大旦那ですから、次の婿さんはどんな人かと思ったら、色が黒くてがっちりした婿さんだったが、1年もしない間に顔色が悪くなって、半年待たずに亡くなった。三度目の正直だと言ったら、二度あることは三度あるとバカが言ったら、その通りになってしまった。で、昨日死んだんです。そうか、やっさん、分かった、よく分かった。ところで一体お前はここへ何しに来たんだ。
Oh,
よ。